動物の音真似を楽しむ。動物の音真似を楽しむことは、単なる遊び以上の深い意義を持っています。それは、人間と動物のつながり、コミュニケーション、表現、創造性、そして共感の力を育む貴重な経験なのです。動物の音真似は、言葉を超えたコミュニケーション手段として、人と動物の距離を縮める力を持っています。例えば、愛犬の鳴き声を真似て呼びかけると、喜んで尻尾を振ってくれるでしょう。野鳥のさえずりを真似て耳を澄ませば、いつの間にか彼らの美しい歌声に囲まれて、自然との一体感を味わえます。動物の声を真似ることで、彼らの存在をより身近に感じ、彼らの気持ちに寄り添い、共感できるようになります。また、音真似は、コミュニケーション能力の向上にもつながります。動物の音真似は、観察力、聴力、発声力、そして表現力を鍛える効果があります。動物の鳴き声を正確に真似るためには、彼らの体の動きや表情、声のトーンなどを仔細に観察する必要があります。そして、聞き取った鳴き声を正確に発声するためには、舌や口の筋肉を巧みにコントロールする必要があります。こうした訓練を通して、自分のコミュニケーション能力全般を向上させることができます。加えて、動物の音真似は、単なる模倣ではなく、自分自身の個性や創造性を表現する手段にもなります。様々な動物の声を組み合わせてオリジナルのメロディーを作ったり、動物の鳴き声を擬人化して物語を創作したり、といった遊びを通して、創造性を発揮することができます。また、演劇やパフォーマンスの中で動物の声を演じることで、表現力を磨き、観客を魅了する力も養えます。人形劇で動物の鳴き声を入れるとき、音源 CD を流すタイミングが難しいですが、演者が動物の音真似を入れるのであれば、タイミングが取りやすくなります。それと、動物の音真似は、動物の視点に立って考えるきっかけを与え、共感力や社会性を育む効果があります。動物の鳴き声には、喜び、悲しみ、怒り、恐怖など、様々な感情が込められています。それゆえ、彼らの声を真似ることで、彼らの気持ちに共感し、彼らの世界をより深く理解することができます。また、仲間と動物の音真似遊びを通して共有することで、コミュニケーション能力や協調性も養えます。一方、動物の音真似は、日々のストレス解消やリラックス効果も期待できます。動物の鳴き声には、心を落ち着かせる効果のある周波数が含まれていると言われています。また、動物の真似をすることで、童心に帰って無邪気な気持ちになり、日々の疲れを癒すことにもつながります。このように、動物の音真似は、様々な面で私たちにプラスの影響を与えてくれます。遊びを通して楽しみながら、人と動物のつながりを深め、コミュニケーション能力や表現力、共感力、そして創造性を育みましょう。